旅番組やグルメのリポーターとしても活躍していた俳優、後を解散が大動脈破裂胸口内出血により死去。11月15日、東京・新宿区の自宅で、ベッドの中で亡くなっていたのを、所属事務所の関係者らが見つけた。前日は69歳の誕生日で、この日は午後に北海道で公演を予定していた。 死の前日まで普通に活動していた様子から突然の不法となった。窮地の友人や関係者らは一様に驚きを隠せなかった。ただ、一方で、ここ2ヶ月ほどは異変もあったようだ。あの仕事を断らない人が初めて嫌な顔をしたんですよ。びっくりしました。こう語るのはテレビ関係者だ。3ヶ月ほど前。 ある収録現場でのこと。予定になかった追加収録が発生した際、阿藤さんはスタッフにそれは聞いてないからやりたくないなぁとぼやいたという。偉そうなベテラン俳優ならそういうことは日常的ですけど阿藤さんは通算20年ぐらい仕事でご一緒させていただいた中でそんなこと一度もなかったんです。頼まれたら。 何でも引き受けてくださる人だったから前でのテレビ関係者同様のことはごく最近他の現場でもあった7日から全国ロードショーとなった出演作「シネマの天使」では公開に先立って宣伝用にテレビ出演の仕事があったが映画関係者によると加藤さんがいくつか断ったため他の出演者に振り返ったというのだ 阿藤さんは俳優の中でもバラエティ番組とか畑違いの仕事に嫌な顔を見せない人だったからいつものように出演作の宣伝に出ていただく予定でいたんですところが直前になってできれば若い人にやってもらいたいと丁重にお断りされたんですどうそれでも人の良さで知られる阿藤さんだけに 宣伝として出演した番組はいくつかあったのだがそこでも現場でのトークを最小限にしたいとして他の出演者と一緒に出演することになった疲れを見せなかった大ベテラン俳優がここ2ヶ月ほどは周囲に背中が痛いと語っており初めて見せた仕事への消極姿勢の原因もこれだった可能性は高い何しろ 舞台の打ち上げにも参加しなかったというほどだ。一般的に大動脈破裂は発生前に周囲の臓器を押すことから痛みなどの症状が出ることがあると言われている。死の1週間前にはマッサージを受けるなどしていた後さんだけに体調不良を我慢しながらの活動だったのかもしれない。前での映画関係者は大変失礼な話ですが。 過去に一度もなかった出演への嫌な顔にうつ病か何かだろうかと勘違いしてしまったんです。本当におつらい中で出ていた大胆だと思うと胸が張り裂けそうですと悲痛な表情を見せた。葬儀は近親者のみで行うというが気さくな人柄で親しまれた名優の死を惜しむ声は途絶えない。